長浜海水浴場、9月に入って最初の土曜、もう海自体は終わってるんですよ。海というか海水浴場は監視塔もありませんし、海の家とかも終わってます。まあそれでもね、まあまあ来てますね。まあ海はそんな変わらないです。まあまあ綺麗です。まだ海入れそうですね。ここもまあ波はちょっと若干ある感じですけど、まあ内海な感じなんで、ここは静かです。